ハードルで12秒台に突入しました。そしてインターハイで 100メートルハードルと七種競技2年連続2冠を達成している中京大中京高校の林美樹、今年は日本選手権の女子60メートルハードルに挑戦します。まもなくスタートです。6レーンに警告が与えられてスタートやり直しです。速報です。1着青木真澄七十七銀行8秒20、2着大久保由里ユティック8秒39、3着玉置七菜子鈴木8秒50。フィニッシュは大松由紀サンドリオン。速報です。1着大松由紀サンドリオン8秒28、2着本田レイ順天堂大学8秒38。
最後は2レーン清山千里が前に出ました。速報です。1着清山千里1号8秒38、2着鈴木美穂長谷川大季節8秒44、日本選手権女子 60m ハードル予選さあ、これはいい記録が出たようです。1着林美希中京大中京高校8秒27、これはおそらく U20 日本記録になると思われます。2着安藤亜美志学館大学8秒30、3着志村ひとみ北ジャパン AC 8秒33、